だしチャンネルというこの川だしチャンネルというのがこの、先月話題になりましたね。そうですね、配信チャンネルでやってるやつですね。実は配信したんだけれども、そういうのを始めたんだと。でここで初めて俺ら見たんです、はい、そうして衝撃の映像の連続で、はいはい、動画サイト始めました、はい、打ち合わせも本社で何回社員とか集めてわーってやって、はい、でいざ出来上がりましたって言ったら、どうもって言ってる川島の顔にまずモザイクがかかってるしで食材をこうやって紹介するときそのモザイクの被ってモザイクになってるしでその俺らが 見た動画が動画再生3回目だったし、そうなんですよ、これとんでもないぞというので、先月これは何とかしなきゃいけないと。ここから進展ありました。ありましたね。もちろんその9月1日から、モザイクを取りましてね。取っちゃったか、これだから俺、ね、あんまり言わずに、ね、取らずに、あの静かにこんだけやってるのにまだ再生回数これぐらいですよとか、うん、あ登録人数がこんくらいしかいないんですが面白いんだけどな。いやでもね、面白さでやってないんですよ。先月見た時何人でしたっけ、登録人数が。登録人数は先月で言うと36人ぐらいですね。36人、はい、しゃべっていただけたと思いますけど、確かに36人で、そこから進展がありました。今の登録者何人かっていうのを見たいと思うんですよね。もうどのこの川出し面白動画より面白かったですよ、はい、今はですね、あの川島さん、はい、登録人数、登録人数はじゃあ言ってください。いいですよ。245ですか。はい、245です。川島さん245ですか。245です。あとね、1個言いたいのは、ノリであのこの×みたいなさ、このダメみたいなボタン1回押したじゃん前回ね、ここでね。押すな。いや俺それ以降は押してないですよ。え、まさか普通にこれ来てます。たまにありましたよ。たまに。本当にこの少ない人数で押すな、それを。じゃあ1個入れておきましょう。ダメだ、やめろやめろやめろ、マジやめろ。 8個の1個でやめろよ。グッドが8個だから。違う、これを知ってるの、もう進化ちゃん言ってね。ほんで、あと進化ちょっとダメよ。あと今何気に流してる動画、全然知らないおじさんが出てます。やめろお前。誰ですか。高木豊さんだよお前。誰ですか。高木豊さんだよ。あ、高木豊さん。お前スーパーカーだよ、もっと。お前ちょっとね、あのキャスティングも謎すぎます。あの、だし、ただでさえだしチャンネルなのに、川島さんのこれめちゃくちゃ面白いじゃん。謎すぎるもん、このキャスティングが。キャスティングがいいじゃん。キャスティング面白いじゃん。面白いじゃん。高木豊さん、あの俺出汁の専門の人とかさ、普通は料理の人とかが需要があるわけじゃん。なんで高木さん呼んでんだよ。どういう会議してんだよ。出汁チャンネルなんて言ってた。元プロ野球選手の。私たちのね、その、あの、計画としてはですね、やっぱり高木豊爆弾で呼んでたんですよ。高木豊爆弾でちょっとバズらせようとしたんですよ。そしたらですね、バズらないのよ。高木豊爆弾がダメだったの。再生回数105回、1個より少ないのよ。絶対これ、あの、誰も見させない方がいいと思うよ。